今回はいらないアプリの削除法について解説したいと思います。このようにたくさんのアプリが入っていますといらないアプリが増えてきますよね。でこの削除法なんですけども、まずこのようにいらないアプリを長押しします。長押しします。そうしますとこのようにプルプル震え出しますね。でこの削除ボタンが現れますので、この削除ボタンを押して削除、もう一度削除ボタンを押して削除、これがアプリの削除法です。さらに一度起動したアプリというのはこのようにバックグラウンドも起動したままになっているんですね。こうしますと電池の持ちが悪くなったりですとか動きが鈍くなったりします。ですので同様に長押ししてから削除削除と、一度起動したアプリはこのようにこまめに消しておくことによって、まあ電池の位置も良くなりますし、動きもサクサク動くようになります。以上で今回の解説動画を終わります。